おはようございます。J-Boys のヒロこと、ジン・ヒロシです。えっ、ー、と、今日はあの、J-Boys の振り付けがなかったんで、えー、スタジオではショーが、リーダーのショーが、ユージとかタカとか振り付けしてるんですけども、J-Boys のヒロだけ振り付けがなかったんで、スイミングに行ってきました。えっ、ー、と、これがあの、えー、僕の使ってる、水泳パンツっていうか、それからあの、これも買ったんだけど、ちょっとここ、あの、細すぎて、ここ、 はけません。<laughs> <laughs> ちょっとこれは履けないな。<laughs> まだ履けません。度胸はないですえ。ステージの上では、あの、平気なんですけど、普段はなんか、あの、めちゃめちゃ恥ずかしいです。あ、そうそう。そういえばですね、あの、うちのあの、マネージャー、瀬尾義文っていうのがいるんですが、瀬尾プロダクションというものを主催しています。そしてあの J ボーイズ、J-Boys、J-28 スタジオダンサーズ、男女混成チームと男性だけの J-Boys、あの、それをマネージメントしているんですけど、携帯サイトができました。瀬尾プロダクション、妹におっぽです。 えー、パソコンでも、携帯でも、検索してみてください。クリスマスイベントとか、誕生会お店の宣伝に、ぜひ J ボーイズ、J-BOYS、J-28 スタジオダンサーズ、よかったら、使ってみてやってください。それから、えー、ジンヒロシ、ヒロコと、ジンヒロシの、あの、個人的な、あの、関連している、あの、ライブ情報を知りたい方は、ジンヒロシライブ、 で、検索をしてください。あの、携帯でもパソコンでも出ます。えっ、ー、と、今日は、あの、久しぶりにあのな、なんていうかな、のんびりしています。 えっと、この後もしかしたら多分あの、ジョギングします。ダンスに、ええー、そうですね、水泳でしょジョギングでしょそれからあの、パソコン、そしてあの、時々読書ということで、毎日毎日充実した生活を過ごしていますが、ええー、何よりもやっぱり僕はダンスを切り離す人生は考えられません。えー、ダンスのことなら J28 スタジオ、えー、新宿からとても近いこと、とこなんで、ぜひ皆さん気楽に寄ってください。それではまた。Thank you.